皆さんこんにちは。こちらはヤマハ GT750 です。発売は1984年、当時の値段は69,800円でした。レコード時代の最後に登場した本格的なプレイヤーです。なかなか立派な製品ですね。途方もない物量が投入されています。今回はこのプレイヤーを詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。駆動方式はクォーツ PLL 方式のダイレクトドライブです。この方式は極めて正確な回転を実現できます。イナーシャというのは回転軸周りの重さのことです。これは大きいほど回転ムラが減って、ワウフラッターを小さくできます。ワウフラッターというのは回転ムラの度合いを表す数字です。 0.006 という数字は測定の限界に近い値です。重さは 15.4kg、 扱いやすい重さでした。これと類似のモデルに次があります。82年に CD プレイヤーが登場していますが、それ以降も製品が投入されています。いくつかの製品がありますが、主な違いは重さです。上位機種はアームの調節がしやすくできていますが、基本的な作りは同じです。今回ご紹介するのはシリーズで最も値段の安かった GT750 です。このシリーズには共通して使えるオプションパーツが用意されていました。なかなか豊富ですね。このようなパーツはレコード再生の楽しみを広げてくれます。拡張性の高さがこの製品の魅力を高めていました。この製品は中古でしたので状態を確認します。カバーは丈夫で傷がつきにくいアクリル製です。現代の製品は柔らかいスチロール製が多いようです。アームは S 字のユニバーサルタイプです。ゆっくり滑らかに動作するアームリフターがついています。水平バランスの調節がやりやすいように手前の方が少し低くなっています。インサイドフォースキャンセラーは糸ずり式です。この機能についてはいろいろな意見があります。後で詳しく考察します。アームの高さを調節する機能がついています。調整がやりやすいようにスプリングでアシストされています。ピンコードはアーム直出しです。アースはトーンアームに落ちていて、ピンコードのグランドと別になっています。ケーブルの静電容量は測定端子の分を引くとだいたい135ピコファラットです。カートリッジとつないだケーブルの静電容量は小さいほど広域が伸びて音質に有利です。プラッターは厚みのあるアルミ製です。ゴムシートもかなり厚みがあります。起動からわずかな時間で規定の回転数に到達します。ブレーキがついていませんので、停止の方は時間がかかります。問題ないようですので、プレイヤーの性能を見ていきます。アナログプレイヤーは基本的に
重いほど振動の影響を受けにくいと言われています。こちらの総重量は133キロありました。こちらのプレイヤーは6キロです。ずいぶん軽いですが、133キロより振動に弱いのでしょうか。プレイヤーを重くしたいのは、床からやってくる振動を減らしたいからです。スピーカーの振動がプレイヤーに伝わるとハウリングが起こります。ハウリングというのは、スピーカーの振動を針が拾って増幅して、その音をまた針が拾って増幅というループによって起こる発振です。床からやってくる振動を減らすためにインシュレーターが使われています。プレイヤーの防振性能は本体の重さとこのインシュレーターで決まります。具体的には次の関係になっています。インシュレーターはバネを提供する部品です。この式からわかるように、防振効果は重さとバネの比率で決まっていて、重いものが常に防振性能が高いとは限りません。ルートの中はバネのたわみです。ということは、防振性能はインシュレーターのつぶれを見ればわかるということです。つぶれが一緒なら100キロも6キロも性能は同じです。実際のつぶれを測ってみましょう。設置した時と持ち上げた時の隙間の差を4箇所測って平均を取ります。重さ6キロのプレイヤーはつぶれが2ミリです。 GT750 の方は 2.1 ミリでした。ということは、この2台の防振性能はほぼ同じです。プレイヤーは大小いろいろありますが、大抵の製品はこのくらいのつぶれになるように設計されていると思います。つぶれと防振性能の関係はこちらのグラフから読み取れます。重さを2倍に増やすとつぶれを2倍にできますが、3デシベルの効果です。頑張って重くしてもあまり改善しないことがわかります。さらに性能を良くしようと思ったら、インシュレーターの下にさらに質量とバネを追加した方が効果的です。次回はモーターの振動とトーンアームの性能を詳しく見ていきます。ダイレクトドライブは振動が大きいのか、プラッターは重ければ重いほど良いのか、アームの剛性は音に関係するのか、インサイドフォースキャンセラーは何をしているのか、すべての謎を明らかにしていきます。お楽しみに。